はい、どうもみさん、こんにちは。うずせこです。それでは今回なんですけども、D 払い松清と、ここからファインで D ポイント20%還元キャンペーンアプリと組み合わせてお得な使い方も解説ということで、昨日に引き続き、またもや D 払いの話題ですね。今回はドラッグストアの松本清と、ここからファインでのお得なキャンペーンとなっていますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう それでは早速お伝えしていこうと思うんですけども、今回は大きく2つ分かれてます。松本清志とここからファインなんですけども、まずはこちらの松本清志からお伝えします。D ポイントカードをご提示 &D 払いご利用で、 プラス20%の D ポイント還元ということですね。いやー、昨日のまあ深夜ぐらいにツイートしたんですけども、いやー、また始まりましたね。20%還元キャンペーン。こちらのキャンペーンなんですけども、下の方を見ていただくと分かる通り、エントリー期間はもうすでに始まっておりまして、キャンペーンの期間は7月の15日から7月31日の7月いっぱいまでのキャンペーンとなっております。 で、この松本清以外にも、松本清グループの対象店舗でも使えるということになっておりますので、松本清以外にも薬のラブ、締めのドラッグ、ダルマ薬局、ドラッグ、パパス、緑薬局、ご覧のようなお店でも対象のお店となっております。ですが、まあ一部ですね、対象外の店舗もありますので、これはちょっと公式ページ、キャンペーンページをチェックしておいてください。で、他にもまあちょっとした細かい点、サクサクっとお伝えしていこうと思うんですが、まず一つ目、D ポイントカード提示必須ということで、これは前回のローソンの時のキャンペーン、 と同様にですね必ずこののキャンンンペーーにに参加すするるときは D D ポイントカードを提示してその後に D バで決済するこれが鉄則となっておりますので、これは忘れないようにお願いします。対象となる D ポイントカードは、これのようなポイントカードでも大丈夫ということになりますので、まあ普通に物理カードの D ポイントカードであったりとか、D カードゴールド、D カード、D カードプリペイドも、モバイル D ポイントカードでも OK ということですので、まあとりあえずこれを出した後に D バラで決済。これを覚えておいてください。続きまして二つ目なんですけども、一回あたり上限なんですけども、 500ポイントこれは付与上限ですね500ポイントで期間中合計が1000ポイントまでとなっておりますなので2500円分のお買い物をしたら1回あたりの上限の500ポイントに到達をしてで5000円分トータルでお買い物をしたら期間中の上限の1000ポイントに到達するということになっておりますですけどもまあちょっとこちら見ていただきたいんですがこれちょっと公式ページからそのまま引っ張ってきまして上の部分ですねお支払い金額に応じて D ポイントが貯まるということで例えば松本清で税抜き1000円のお支払いをした場合合計に 235ポイント貯まるということでまあ今お伝えしたこのキャンペーンエントリーでお支払い金額税込みの20%がもらえるということになりましてでその他にもとりあえず D ポイントカードを出したときにも 税抜き100円につき1ポイントがもらえたりとかあと D バレで決済した場合は200円で1ポイントつくようになっておりますのでこれでトータルをした場合これで1000円のお買い物をした場合1000円で235ポイントが貯まるということになっておりますまあけどこれ冷静に考えてめちゃくちゃお得ですねで次に3番目 D カード以外のクレジットカードは対象外ということになりますので、まあ、昨日視聴者さんからもコメントいただいたんですけどもこのクレジットカード D カードを持ってない方の場合は電話料金合算払いであったりとか口座払いが対象となっておりますので、まあ、僕自身 は D カード持ってないのでこの口座払いでこのキャンペーン参加しようかなと思いますそして4番目これ意外でしたね酒タバコは対象パザカード調剤等一部対象外ということになっておりますので もし、ま、喫煙される方であれば、まあ、この松本清の売ってるかどうかちょっと僕見たことないんですけども、もしご購入検討されている方は、松清で買うのも全然ありなのかなと思いました。で、他の情報として、あと、新定時期に関しては2020年の9月末以降順次ということと、新定ポイントはいつも通り D ポイントの期間用途限定、そして新定ポイントの有効期限に関しては新定日から94日間ということになっております。 次にですね、松本清志お得な買い物方法、D 払い D ポイント編ということで、まあ、結構ですね、松木を利用されている方であれば結構ご存知と思うんですけども、結構忙しいんですよね。まあ、これ嬉しい悲鳴なんですけども、まあ、そのお得な買い物方法ということで、ちょっと簡単にだけお伝えしたいと思います。まあ、ご覧の通り4つ方法があるんですけども、 まず一つ目、松木をアプリということで、こちらが僕が今入れてる松本清のアプリとなっております。で、見ていただくとわかる通り、松本清独自のポイントもありまして、まぁ、あ、ちょっとね、全然ポイント溜まってないんですけども、今76ポイント溜まってます、僕自身ですね。で、そのポイント溜めるためのポイント会員証というのは右下に、ポイント会員証というのはタップするところがあるので、そこをタップしたら、 会員証のバーコードを提示できたりとかあとこのアプリにですね D ポイントカードをセットすることもできるのでそれも同じく右下のところから入っていただくとカードの提示も同じようにできますで一つ見ていただきたいのはここですね最大20%オフクーポンが毎日もらえる会員登録で1日2回チャレンジしようということでここですねアプリの中でルーレットを引くことができますでそれがこちらなんですけどもマツキヨルーレットで運試しいろいろなクーポンを当てておかお得にお買い物をしようということで A 章から C 章まであります。 で、もし、A 賞が当たった場合は、医薬品が15%オフになったりとか、化粧品、日用品が10%オフ、そして食品が5%オフの、こういったクーポンが当たります。これ、当たったら結構お得なんですよね。で、早速ですね、僕も試しにルーレットを回してみました。下にスタートボタンがあるので、それをタップしてルーレットが回れます。で、1回目がこちらですね、残念ということで、見事に外れまして、で、2回まで引けるんですけども、2回目も残念ということで <laughs>、あまり連続で外れることなかったんですけども、今回2回とも外れました。 以上がマツキヨアプリの解説についてでした。まあ、ぜひルーレットですね。楽しいので使ってみてください。次にマツキヨ公式 LINE ということで、こちらですね、松本清志の公式の LINE アットがあるので、それをですね、登録してると、まあ、定期的というよりかは、まあ、不定期だとは思うんですけども、松本清、LINE 限定のクーポンというのが届きます。それがこちらなんですけども、何回でも使える10%オフということで、まあ、こういったクーポンの利用期間があったりとか、この QR コードが載ってるので、まあ、それをですね、お会計の時に店員さんに見せていただければ、 オフになったりもしますですがちょっとですね一部対象外の商品もあったりするので,でもたまにあこれは使えませんっていうのもあったりするのでまあ、そこはちょっとあのレジの店員さんに聞いてみていただければなと思います僕は何度かこれでお得にお買い物をさせていただいてますぜひ追加されてない方はですね、松本清し LINE アット、まあ、公式 LINE アットみたいな感じで検索すれば出てくるかなと思います以上がこちら2つ目公式 LINE についてでした残りのこちら3番目と4番目に関しては先ほど解説した D ポイントカードそして D 払いについてですのでここは省き 以上がですね、松本清二20%還元キャンペーンの解説についてでした。それでは次ですね。じゃんということでこちら。ここからファイン D 払いでプラス 20%D ポイント還元ということで、まあこちらもですね、昨日のちょっと深夜のに Twitter でも呟いたんですけども、まさかこちらもですね、キャンペーンが発表されました。キャンペーンの期間に関しては、2020年の7月の15日から7月31日の7月いっぱいのキャンペーンとなっております。 で、ここからファインもですね、ほとんど松本清志と同様の内容となっております。まあ一部ちょっと変わってる点であれば、まあ松本清志は多分タバコが置いてるみたいなんですけども、ここからファインはタバコが置いてないので、まあそれに関しての注意書きは特になかったですね。まあ一応お酒は対象で、ポサカードですとか、調剤と一部対象外ということですので、まあここはお気をつけください。 で、クリストカードも D カード以外のクリストカードはダメですよということですね。で、ここちょっと見ていただきたいんですけども、1回あたり500ポイントが付与上限となっておりまして、これも2500円分のお買い物をしたら到達すると。そして期間中の合計が付与上限として1000ポイント。で、トータルで5000分のお買い物をしたら、まあ、トータルの付与上限に到達するということですね。で、見ていただきたいのはこちらですね。まず、ここまでは同じなんですよね。D 払いのお支払いで200円につき1ポイント。で、キャンペーンのエントリー、今回の20%還元ですね。これに参加して20%。で、あとは ここは D ポイントカードを提示することによって、税抜き200円につき1ポイントということですね。まあ、ほぼほぼ松キオの部分と同じと。ですけども、ここですね。今なら同時開催中のキャンペーンにエントリーで、税抜き200円ごとに5ポイントということで、ここはですね、今現在、ここからファインで D 払い以外にも D ポイントのキャンペーンというのが開催されてます。それがこちらですね。D ポイントカードのご提示で、ここからファインでのお買い物が D ポイント5倍。 さらに D ポイント合計40倍という、これもちょっと抽選のキャンペーン、一部抽選のキャンペーンにはなるんですけども、結構お得なキャンペーンです。まあ、一応詳細の筋で出すとこんな感じですね。まあ、通常であれば200円で1ポイント0.5%還元なんですけども、200円で今5ポイント貯まるので、2.5%還元となっております。で、それに加えて抽選にはなるんですけども、5000名様に合計40倍の D ポイントが当たるということで、まあ、先ほどお伝えした5倍プラス35倍が加算されるということになっております。 なので、まあ、ちょっと5000名なので、かなり狭き門にはなってくるかもしれないんですけども、ここからファインで決済するときは、今現在7月いっぱいは、まあ、かなりこの D ポイント、そして D バレーの決済がお得なんじゃないかなと思います。で、一応もちろんこのキャンペーンですね、エントリーが必須で7月いっぱいのキャンペーン。で、冬条件に関しては500ポイントまでとなっております。あとですね、ちょっとこれ僕知らなかったんですけども、なんとここからファインもアプリがありまして、このアプリも一部ちょっとお得なものもあったので、そこもちょっと紹介します。まあ、このファインっていう のがまあそのここからファインのちょっとしたポイントみたいなのに近いんですけどもそれが溜まったからここからポイントというものに交換できるらしいですであとここですねダウンロード特典があります初回限定クーポンということで今回僕初めてこのここからファインのアプリを入れましてそしたらですねご覧のアプリをいただけましたアプリダウンロード特典いずれか1.10%オフご利用は1回限りとなりますということでこれはですね今お伝えしたように初回のダウンロードされた方限定のキャンペーン とというかクーポンとなっておりますなので、まあ、この動画を見てですね、ここからファインちょっと利用してみようかなという方がいらっしゃいましたら、先ほどお伝えした D ポイントカード、そして D バレの決済以外にも、このアプリの提示をすれば、1回限りにはなるんですけども、10%オフになるということになります。なので、結構ですね、ここからファインもここからファインでかなりお得にいけるんじゃないかなと思いますね。 早速僕もですね、この期間まだ7月22日水曜日まで使えるので、一回だけちょっと利用してみようかなと思います。以上が D 払い、そしてここからァインのキャンペーンの解説についてでした。最後にキャンペーンの日程のまとめですね。まず松本清と D 払いのキャンペーンについては、7月15日本日からスタートしておりまして、7月31日までの7月いっぱいのキャンペーンとなってます。で、ここからァインと D 払いのキャンペーンですね、こちらも同じように7月の15日から始まりまして、7月の31日まで、そしてここからァインと D ポイントのキャンペーン ですね、こちらも7月4日からすでにスタートしておりまして7月の31日までのキャンペーンとなっておりますそれぞれですねキャンペーンに参加するときはエントリーが必須となってますので必ず忘れないようにお願いします ま、あそんなこんなで今回は D 払いの20%還元キャンペーン、それが今回コーカラファインと松本清志のキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。あの少し前ぐらいに動画のおまけぐらいで言ったかもしれないんですけども、あのちょっとネットのニュースで上がってたドコモがバラ巻きのキャンペーンをやりますよというふうにお伝えをしてたので、ま、あ多分その ことが関連して今のキャンペーンが開催されてるのかどうかというのは定かではないんですけども、っぶっちゃけあの、僕のような消費者からしたらめちゃくちゃ嬉しいんですよね。結構最近はね、20%還元キャンペーンも特にないので、そんな中でこう D 払いがかなり力を入れてくるとなると、さ、ま、ら、あ、にこう D ポイントを貯めてくるのが楽しくなってくるなというふうに思いました。まあ、一応今回お伝えしたキャンペーンのそれぞれリンクですね、下の概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで、 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、今日ですね、あの、国民健康保険がちょっと自宅に郵送で届いてですね、まあ、その時の風書とま、一緒に入ってたんですけども、僕これ知らなくて、2021年3月っこ予定からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりますという風に、まあ、ちょっとしたチラシみたいなのが入ってまして、これちょっと僕全然知らなくて、あ、そうなんだと思って。まあ、多分この、来年の3月予定ということなので、まだ全部が全部対応するっていうわけじゃないとは思うんですけども、正直あの、保険証ってあの、ペラペラで 隠しそうだったんですよねなのでまあそれがねカード一体となれば比較的まあ管理がしやすくなるのかなと思いますけどまあ今のね世の中の現状的にマイナンバーカードの発行に今ね数ヶ月かかったりっていうするパターンもちらほら効いてるのでまあ正直ねこれがしっかりと予定通り進むかどうかっていうのは謎なとこではあるんですけどもまあちょっと気長に待ってみようかなというふうに思っておりますということでありがとうございました